今は結構寒いですね。外の気温はマイナス2度、車内は快適温度ですね。やっぱり空調いいですよね。もう今誰しも空調を使ってますよ。エアコンとかヒーターとか。空調というと省エネですよね。冬は設定温度を下げてください。夏は設定温度を上げてください。家のルームエアコンとかパッケージエアコン、そういうものでしたらそのセオリー役立ちますよ。できるだけ動かさない方がいい。熱風も出さない方がいいし、冷風も出さない方がいい。でもそれを車に書いてる人がいるんですよね。まあ会社名とかわからないですけど、車の車内に冬場は暖房を上げすぎるな。私車の場合それはないだろうと思いますね。あの車の暖房ヒーターですね。車の排熱利用してます。ラジエーターから捨てる熱源、それを使ってるんですよね。だからもともと捨てるもの、室内に熱を出さなくても結局は外に捨てられる。だから車の暖房に関しては冬はガンガンに使ってもいいです。何にも問題ないです。暖房で熱エネルギーを使わないとしても結局外のラジエーターから大気に解放されます。捨てられるんですよ。ヒーターに関しては 100% 不要物を使ってます。わざわざエネルギーを作り出してないです。一方エアコン、クーラーですね、冷房、あれはわざわざ作り出してるんですよ。だからエアコンを停止させると省エネになります。それは正しいです。でもヒーターを消しても省エネにはならないです。理由を繰り返すと、もともと捨てるはずのエネルギー、それを使ってるだけだからですよ。だから冬場の車のヒーター、寒いからといって設定温度下げる、何にもいいところないです。味わうのは苦痛だけですよ。だったら冬場ヒーター使いましょう。堂々と使っても大丈夫です。まあそういうわけで、自閉の動画解放軍登録お願いします。お願いします。ありがとうございます。